下柳の柳に風。俺が現役だったらこのチーム状況をどうするか。飲みにも行けねえしな今な、宴会もやれねえしな、決起集会とか選手やってねえんだろうな今年な。そういうこともできないし、まあ鼓舞するっていうか、やれる自分のやれることはしっかりやろうっていうだけやね。やれないことはやれないので、やろうとしたら失敗するから、やれることをしっかりやろうというしかないと思うんだけどね。でもやっぱマルテが怪我して外国人もロハスだけっていうのがだいぶしんどいことになってるから、なんとかマルテも早く帰ってきてくれることを願うしかないよね。そうやね、青柳くんがやっぱその辺からもうついてなかったよな。開幕投手がコロナかかってもう臨時のピッチャーを上げるしかないっていう、もうそこから流れが運がないというか、で青柳もやる気満々やったし、調整はなかなかうまくいってたみたいやったから残念やね。ここから青柳をどう使うか、まあローテで回すんやろうけどね。でね、初戦に近本、中野が盗塁試みて連続で刺されたのよね。でそれから中野君はその日にもう一回盗塁したのかな。で盗塁成功して、ここ14試合で盗塁が3つで、去年は14試合で盗塁が11。やっぱこの差、このアグレッシブさがなくなってるのが今の阪神で、何でも慎重に慎重に行き過ぎてるっていうところじゃないかな。矢野監督盗塁失敗しても怒らんのやから、選手ももっと積極的にバン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 走っていいと思うんやけどね。やっぱここで走られたらピッチャーが盗塁されたくないと思ってクイックも早くしなきゃとかなってくると、微妙なコントロールのズレとかも出てくるし、ヒッティングチャンスも増えてくるから、まっすぐ系統が増えてくるから、どん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 走って、ピッチャーって走られるの嫌やから、なんか盗塁成功されたらなんかこう申し訳ない気分になるのね、キャッチャーに。だからもっと積極的にいって、どん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 成功、まあ半分でも成功すれば得点圏にランナーも行くわけやし、もっと積極的に走ってください。やっぱりこんだけね、先行されて負けがやってくると、盗塁死をしたくないっていう思いが多分出てくると思うのよね。やっぱ先制のチャンスとかでランナーノーアウトランナー一塁で、ああ盗塁いつもやったらバンバンチャレンジしてたのが、行きましたアウトになりましたってチャンスの目が潰れるっていうのを多分嫌がってるんだと思うけど、チャンスがあったらもうどんどん行ってください。どんどん赤星出て盗塁したら帰ってくるもんやともう思ってたからね、俺らの頃は。だって年間50個ぐらい走ってたやろ。まあ、早いカウントで赤星も走ってたし、そこまであのバッターに負担はかけてないしね。赤星は泣いた明けのデーゲームはほとんど寝らずに試合出てたんじゃない。あんまり夜寝れない、ナイター終わって興奮した状態で夜寝れないって言ってて、よう徹夜近い状態で試合出てたな。でも赤星が結婚するとはな、一時彼女もおらん、あでも去年ぐらいか、彼女ができたっては言ってたな。でもその翌年に結婚するとはな。いや赤星君結婚おめでとうございます。一番近本が例年と違ってすごく調子が良くて出塁してるのにもかかわらずスチールが少ない、やっぱりそこが今絶対どうしてもその阪神の消極的なところになってくる、なってるんやと思うけどね。なんて実際そこで去年ロケットスタートって言って、まあ貯金もだいぶ作ってよかったのが、ここに数字が出てるから、盗塁11っていうのが、今年は盗塁3だから、この差は大きいと思います。
ピッチャーに対する影響っていうのがもう全然違うんで、頑張ってください。